プレスの上手い人でしたよね。よく頑張ってきたなと思いますよ。ご苦労さん、よく頑張ったよ。武藤敬司選手が引退を発表されました。はい、どういう人になりますか。いや、もう正直60歳か。まあでもよくここまでで一戦でよく頑張ってきたなと思いますよ。はい、多分ね、彼はいろんなことを地道に勉強してプロスことをしょっちゅう考えたと思うんだけど、その臨機応変にその瞬間瞬間に新しいことを繰り出して、その場のプロレスっていうものを成功させるっていう意味では、やっぱりあの本質的にプロレスの上手い人でしたよね。うん、今回武道館から、引退ロードというものを始めるんですけれども、はい、引退ロードの第一戦で清宮海斗選手と、はい、もうそれについてどう思われますか。あのノアの方が武藤敬司を体験することによって、体感することによって、清宮選手がこれからプロレスを長く続けていく上で絶対にマイナスにはならないから、武藤敬司と戦って攻め方とこう守る時の強弱っていうものを自分の体に植え付けて、プロレス人生を長く得得した方がいいと思うからのことだと思うから、存分に戦って、存分にまたあの武藤敬司の技を受けて返して、でそれを超えるものを自分がその時でもいいし、試合を振り返った後で得得してもいいから、体験することによって彼が伸びる要因が絶対にあると思うから、経験した方がいいと思います。多分ね、あの発表、引退発表した時点で肩の荷が下りてホッとした部分があって、でもあと何回か戦わなきゃいけないっていうんで、まあまずジムに行ったり、またいろんなことを引きずってる武藤がいるだろうけど、それもまだ彼の日々を過ごしていく上での針になってると思うからね、まあぜひ頑張って納得いく形でリングを降りてもらいたいと思うのが本音ですよ。本当に長い間武藤、ご苦労さん、よく頑張ったよ。プロレスリングノア7月16日土曜日本武道館大会開催。来年の春までには引退します。ついに引退を発表した武藤敬司がこの日本武道館大会を引退ロードの第一戦に選んだ。対戦相手は未来のノアのエース清宮海斗。残り少ない武藤敬司の勇姿をシャラメに焼き付けろ。ノアは新日本プロレスの天下り先じゃねえんだよ。ノアの象徴である GHC ヘビー級のベルトをかけて、新日本プロレスの小島さとしに拳王が挑む。さらに忍者マックがノアマットに帰ってくる。さらにさらにラブマンダムもハードコアルールで参戦決定。チケットは各プレイガイドで。